ゆかチャンネル。みなさんこんばんは。素敵な年末をお過ごしですか？今年2019年を振り返って皆さんに伝えたいことがあって、今年最後の日にこうやって動画をアップしました。今年は私自身にとって、そして私たち夫婦にとってたくさんの変化があった年でした。決して簡単に楽に進んだ一年ではなかったけれど、一日一日が幸せであふれていた、そんなとても意味のある一年だったなと思います。このね、はい、プレゼントがあります。え、緊張え、お、すごいすごい、わー、マジで。一番のビッグニュースは、かけがえのない赤ちゃんを授かったということ。大切な人との間にできた新しい家族を迎えるという感覚は、今までに感じたことのない、言葉に表せない感動でした。つわりがひどすぎてなかなか動画をアップできなかった期間もありましたが、今思うとそんな試練も私には必要だったのかなと思います。どんなに辛いことがあっても、どんなに悲しいことが起こっても、私が乗り越えてまた立ち上がれたのは、かけがえのない家族、友達、そして皆さんがいたから。特にいつも私を笑顔にしてくれて、大切に思ってくれて、私を一番に愛してくれるすんちゃん、心からありがとう。ダメだ、伝えたいことがありすぎますね。今この動画を見てくれている皆さん、あなたたちがいたから、私たちが今日この日までこうやって動画を作ってこれました。ありがとう2019年、本当にお世話になりました。なりました。2020年は新しい家族も増えて、ますます皆さんにいろんな動画をお届けできるように頑張るので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは素敵な年末年始を過ごしてね。せーぼマニパでせよー。Happy Happy New Year! Happy New Year!